人民軍は第二次世界大戦中にポーランド労働党により組織された共産主義パルチザンである。1944年1月1日、ドイツ占領下のポーランドでの交戦でソビエト連邦軍の援護を行い、ソ連の共産主義政権をポーランドに設立するため、ブワディスワフゴムーカの国家全国評議会の命令により設立した。1939年、 ドイツによる占領の17日後、ソ連もポーランドに侵略した。ポーランド政権はロンドンに避難し、遠方から占領下ポーランドのポーランド地下国家代表者らに連絡をしていた。1943年、ソ連はロンドンのポーランド亡命政府との外交関係の交渉を破棄した。戦時中、影響力のある共産主義者となったブアディスワフゴ・ゴムーカは、 1943年に、ポーランド労働者等の初期長となるが、ゴムーカのリーダーシップは、ソ連の意向に沿わないため、ソ連のリーダーヨシフ・スターリンとラブレンチ・イベリアにより、解雇され、その後ゴムーカは、共産主義活動家やソ連派の組織となる国家、全国評議会を設立した。ポーランドの共産主義者は、ドイツ占領者に対抗するためパルチザンを結成し、自らの地下組織を結成した。 この結成は、ドイツ勢力に対抗するソ連軍を援護し、そして、ソ連の共産主義政権をポーランドに設立するためでもあった。1942年、人民警備隊は設立され、e n ナショナルアームドフォーセスと共に、ポーランドの地下国家構造に属することを拒否した。この共産主義の地下軍隊レジスタンス組織の一つは、国内軍の軍隊であった。 1944年1月1日、ドイツの占領下ポーランドでの交戦でソ連軍の援護を行い、ソ連の共産主義政権をポーランドに設立するため、国家全国評議会の命令により、ポーランド人民軍は設立した。ドイツ支配下のポーランドでは、1944年1月1日、国家評議会は人民警備隊を人民軍に置き換えた。KRN は、 他の組織から志願者を得ようとしたが、うまくいかなかった。創設時の1944年7月において、その組織は約6から8000人の組織であり、そのうち6000人が活動しているパルチザンであった。1944年7月21日、設立後7ヶ月、AL は USSR のポーランド軍と統合され、ポーランド人民軍となった。赤軍と共産党が、 背後にあるポーランド第一軍が1944年と1945年等にポーランドを解放した後、ほとんどのエールメンバーはポーランド第一軍に参加した。戦争が終了した後、メンバーのほとんどは共産ポーランドの公安省の地位に就いた。そして、以前あった独立運動への迫害とソビエトによるポーランド支配を強制することに決定した。ありがとうございます。